本討論は本日を中日として明日まで行われます。時間は午後7時30分から10時30分までとなっております。それではここで西門大盆踊りについてご紹介いたしましょう。およそ700年の伝統と歴史のある西門大盆踊りは、鎌倉時代に西門内御嶽神社で行われていた宝年祈願の踊りと、江戸時代に南紀君主をしのんで踊られた猛者踊りとが合流したものと言い伝えられております。羽生や愛宗の伝統的な衣装、顔の見えない髪型や小さずきの髪、明るく野生的な音楽と哀愁漂う眼気の楽曲で流行され、優雅な踊りが展開されます。昭和56年国の重要無形民俗文化財に指定され、また昨年令和4年にはフリル踊りとしてユネスコ無形文化遺産に登録されたゴング用の踊りでございます。この踊りを楽しくご覧いただくため、ご観覧の皆様に次の点についてご理解とご協力をお願い申し上げます。会場はご覧の通り狭く大変混雑いたしますので、お互いに譲り合って気持ちよくご鑑賞くださいますようお願いいたします。踊り手は徐々に踊りの輪に入りますので、その際は係員の指示に従い入場通路の確保にご協力ください。踊りの輪の中を通行する行為、むやみに横断する行為は踊りの妨げになりますので、何卒ご遠慮願います。続いて撮影される皆様に、やっとぜよいわなあせっちゃさかさっさあのくいなほらせいかどうでこせけるなんにも踊りの踊ったるぜ。Stop up!